そして LGBT の話ですけれども、そういった奪われてた権利をその方々が得るということは、みんなの利益につながります。あなたはあなたのままでいいんだって、それが当然だという社会につながるから。で、理解促進という話ですけど、これもう世論の理解は進んでまして、2021年の調査でも、同性婚を法律で認めるべきだとする人は 65% を超えています。で、進んでないのは自民党なんですね。統一教会とつながって同性婚を差別してきたのが自民党を中心とする政治家ですから、れいわ新選組 LGBT 差別解消法案を昨年野党共同提出をしています。この法案自民党も我慢して賛成するべきなんですね。萩生田さん、賛成していただけますか。萩生田さん、あれ萩生田さん、あれ多様性を認めていこうっていう包摂的な社会を作るんで、誰かが我慢をして何かを決めるっていうのは我々自民党は馴染まないと思ってます。不当な差別や偏見があってはならない社会を作っていこうということはこれ当然のことでありますので、それに対してしっかりどういう中身であればどういう書きぶりであれば、皆さんが理解していただけるのか、不安を取り除くことができるのか、しっかりやっていきたいなと思ってます。立憲民主党の長妻さん、いかがですか。そうですね、多様性を認めない政治っていうのが日本の国をですね、足を思いっきり引っ張ってんですね。で、これ先進7カ国を見てみますと、これ3点セットでですね、もう実現している。選択的夫婦別姓も実現、そして同性婚も実現、 LGBT 差別禁止も実現、日本だけが実現してないわけですね。で、我々は昨年6月にですね、差別を解消する、差別を禁止する法律を国会に出しております。ただそこまで至っていないけれども、理解増進法をまずやると。それさえもですね、自民党は差別は許されないという文言はちょっとダメだみたいな議論が党内にあるやに聞いておりまして、これとんでもないことだというふうに思います。まず自民党内の理解を増進していただきたいというふうに思いますし、そしてですね、もう一つはやはりこの間のですね、いろんな議論を聞いておりますと、統一教会のですね、主張と重なるんですね。統一教会も同性婚合法化、行き過ぎた LGBT 人権運動に歯止めをかけ、正しい結婚観、家族観を追求すると、まさかそれにまだですね、左右されてないとは思いますけれども、ぜひですね、この国会できちっと成立をさせるということを約束していただきたいと思います。自民党、萩生田さん、この党内の議論どう進めていきますか。先ほど申し上げたように、党内のコンセンサスをですね、しっかり得ていきたいなと思ってますので、議論を前に進めていきたいと思ってます。和牛です。和牛です。NHK のテレビをお借りし、自民党の新しいバッジ、紹介します。NHK のテレビをお借りし、統一教会の賛美歌を歌ってください。いいですね。